聞こえない胸の吐息、時を忘れて求めさまよう、高鳴る想い濡らして、あれ？なんでそんな目でオイラを見るのかな？どうもこんにちは、T1 スタイルズです。というわけでね、先ほどのクリオス撮影の、ビゾンの写真が、我々 ACWP1 内で選びました、第1回フォトコンテストの、最優秀作品です。そして2017年、1月31日まで、第1回フォトコンテストの、視聴者投票最優秀作品の投票を募集しております。ご覧になられているのが期間内ならば、ぜひご投票ください。投票専用動画のリンクは、この動画の説明文に貼っております。さてと、今回乗っていく戦車は、久しぶりの登場、M46 パットン。また言うけどさ、M47 じゃね？アメリカのケア9ミディアムタンクです。プラメンは前回同様、バーベキューラッピーさんとニャンコさんです。パーシングからのパットンの私、スターリンさん型から T 点のニャンコさん、共通点を感じますね。私は？知らない子ですね。戦車性能については過去にも語っているので、ざっくりと。バランスの良さと瞬間火力が同格トップクラスの中戦車です。弱点は貫通力の乏しさで、禁断は必須ですね。赤字になりやすいですが、乗り心地は好きでして、研究が終わった今でも、愛用しております。さてニャンコさんや、今回はしょぼちんするなよ。いたずらにティアだけ上がってるしな。が、頑張ります。少なくとも、スタイルさんは殺さないように。このティアでそれやったら、さすがにあれだな。バレずに来れたね。丁寧に攻めていきたいところ。さて、味方が目取りしてくれてますし、狙撃できるかな。まだ後ろは大丈夫だよね。あ、敵さんいきなり端から攻め込んでくる気かよ。まずいね、ラッシュは非常にまずいわね。しかも主戦力は北側より、南に来た意味ないなこれ。とりあえず通行量だな。よし、一枚落ちただけでもよかったな。さすがにこれ以上は来ないか。あ、おいおいニャンコさんや、一人で攻め込みすぎだっての。だって敵はこっちにいませんよ。だとしてもな、一人で攻めて囲まれたんじゃ話にならないし、そもそもニャンコさんが南にいるのがバレるのも、少しディスアドバンテージなんだからさ。戻ってきてくださいニャンコさん。さすがに南から押すのはまだ無理があります。わかりました、戻ります。味方が自陣に残ってくれてるだけまだいいか。なんとか対応できそうだしね。よし、そろそろ橋を渡ってきた連中の対応をしないとな。あ、じゃあ私はお先に。今さっきまでデスポット入りっぱなしだったらやだからな。少し時間を置いてっと。ほらニャンコさん、マップ見て。あなたが今孤立してるのがわかるでしょ？あ、ほんとだ、すみません。マップ見てればね、こういうのに気がつけて対応できるようになるんだよ。だよ、すみません。いやいや、動画的には美味しい動きだよ。こういう説明も挟めるしね。とっさにオートエイムしちまったが、手越くんか。そうやすやすは抜けないな。せっかく装填時間の早い 105mm 砲を積んでいるのに、同格の 105mm 砲に比べると、かなり貫通が低いんだよね。禁断貫通が、ようやくレオパルドや61式なんかの通常弾程度ですし。キューポラ狙いつつ、牽制しとくか。戻ってきましたー。お、さすが T 点、早いね。そこらから中央と、西側を警戒しててくれる？了解です。初動から北側の連中のスポットが入ってないし、どこまでの戦力が陣地転換したかだな。下と考えれば、中央や西側から来るはずだしな。足回りのいい子が多いから、囲まれると厄介だなー。あ、やっぱり中央から来たか。中央に備えるか。では私も。深くが。深くのことなら任せろパットン。羨ましい。いやいや、手越くんには他にいいとこたくさんあるじゃんよ。通常弾の貫通が。禁断貫通はパットンよりはるかに上だろうが。あ、やべ。
今のはミスったわ。てっきり敵さんを一個と群れてたから、バッフェンさんも抽選者か何かと捉え違いしてたわ。痛いですね。快速戦車の中に大火力混ぜてくるとか、ひどいな。狙撃してればいいのにね。で、にゃんこさん。はい。警戒もいいけどさ、そろそろ火力支援が欲しいのですが。ですよね。うざったいパンターですね。だね。ある意味火力ないからこういう仕事は正解なんだろうけど、生意気だ。そしてもっと生意気なのはバッフェンだな。仕返ししたい。それと一部の戦力がさっきから見えてないな。西側に回ったかもな。つまりはその、橋を渡ってた連中ね。あ、手越くんだ。やっぱあれ、西側に回る気だよね。するとあれだな、バッチャ AP も、西側に回ってそうだな。お、バッフェンが引いてるな、パンター殴りたい。よくも我々の視界を取りやがって。許すまじ。あ、Qちゃん下っちゃうの？西側に敵が回ってるから、下るとヤバい気がする。痛い。いや、さすがにパンターに体当たりは自爆すぎるでしょ。そこのルートは体当たり分断だぜ。む、自陣戻ろうとしてたがこれ、手越くんが追い詰められてるな、助けねば。にゃんこさんはそのまま手越ヘルプに突貫ね。はい。わー。やっぱりやられたか。実際戦闘中は言わなかったけどさ、実はこの未来は見えてたんだよね。でもまさか突貫するとは思わないんだ。ぐ、助けるはずがやられてんのはオイラじゃないか。急げにゃんこ、それとバッチャは装填に入ったぞきっと。いや、待て、味方手越しはエスケープできてるな。無理に攻めなくとも。攻めちゃいましたよ。さすがにバッチャは装填中でも、手越し2枚は辛いよな、助けるか。うお、あぶね、そっか、完全に落ちたんか、あっち。ラッキーだったな。はいにゃんこさん、手越し任せた。今度こそー。あ、完全に陥落してるし。やっとラーハとアハとはあれ、バレなかったんか？そして占領ではなくて、オールキルの流れですかねこれ。逃げられた。それは置いといて、こっちの壁になってください。おいら死んじゃうわこれ。今向かってます。くそー、劣勢だな。それににゃんこさんの動きも見て指示を出しながらだから結構混乱してきたな。大丈夫ですか？そこでオイラを守る壁になってくれればいい。あとは自分でなんとかするわ。いくらミリ残りだからって、もじもじはしたくない。隙見てダメージ入れたいな。やべ、バッチャがオイラ絶好か。死んだかこれ。やばい、倒しちゃった。あれ？装填、間に合っただと？早くね、間に合うとは思わなかった。なんでだ？アドレナリンラッシュじゃないですか？あ、なるへそ、あったなそんなの、つけてたんだっけか。そしていい感じじゃんよにゃんこさん、やればできる子だね。スタイルさんは守ります。さて、そろそろやっとラ君にも働いてもらいたいな。シコダが見えてないし、こっち来てないっぽいからな。西側回ってくる感じがするんだよな。エミルワンは装填中なのかな？だとしてもシコダ来てたら危ないし、所在がわかるまでうかつに行けないな。ヤクトラ君にはとりあえず、そこにいるかいないかだけ見てもらいたい。ついでに今のうちに中央通ってきてないかだけ見とくか。うむ、いないね。それにエミルたちも中央から陣地転換はしてなさそうか。ではにゃんこさん、エミルたちの現状を確認してくれますか？了解です。私はシコダが来ないか、西側張っておきます。ヤクトラ君がもっと早く動いてくれたら、裏取りとか色々選択肢があったのにな。いました。じゃあヤクトラ待ちで挟んじゃってください。あれ、突っ込んじゃいました。お、多そうか。よくやれたな。ワンパンでどっちもお釈迦か。シコダは来ると踏んで、初段のアドバンテージは欲しいし、タイミングが難しいな。とっさ打ちは得意な戦車だし、やれるよな。
ったこれ。あと一発。こっちもやれました。オートエイムが合わせられたのはうまいな。敵はニャンコさん発見だろうし、早打ちで決めるか。さすがはパットン、よくできる子だな。戦闘結果です。大口径、凶暴車をゲット。実はこの戦車に乗るのはすごく久しぶりでしてね。売るか、残すか、この試合で査定しようって思ってたのですが、残すことに決めました。赤字は出るけど、やっぱり使いやすくて頼れる戦車ですね。にゃんこさんも、まだまだ指示待ちなところはありますが、私とキューちゃんの指示を理解できるまでには成長してくれたので、今後に期待したいところです。コーティアに乗らせるなぁとか、もっと叱ってやれとか、いろいろ言いたいことがある方もいらっしゃるとは思いますが、何でも否定するのは、良くないですしね。否定的な見方をするのは、最近の日本人のダメなところですしね。否定する方が楽でしょうけどね。その裏には努力とか、頑張りがあるんだってことを分かってあげたいんですよね。私も動画で批判的なコメントが来た時なんかは、こっちの気も知らないで匿名で批判とはいいご身分ですねーとか、思ったことあるしね。にゃんこさんには期待しております。あ、話が脱線しました。えへへ。Qちゃんを失ったのがだいぶ痛い試合でしたが、逆転勝利ができてよかったです。反省点はあれだね、バッフェンも抽選者を一行の一部で見てたところ。あれは失敗だったわ。オスオス攻めてる味方がいれば、そりゃ駆逐戦車だって、前線に来るよね。集団でしか見てなかったのは失敗だった。さてと、今回はここまでになります。最後までご視聴、ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、フォトコンテスト投票をお待ちしております。ではではまた次回。まったねー。